はい、どうもシルビです。あ、こんばんちゃん。エラックスね、自分持ってるんですよ、これ。さっきの試合の最後でキルカメを取ったやつはこのエラックスを装備してました。ちょっと練習したんですけど、まだまだ使いこなせてないんで。アサルトライフルね、 3人目になったらアサルトライフルをちょっとガツッとやってみたいなと思うんですけど、今はもう今さっさとレベル上げたいですね。というわけで、ただちょっとまだ3人目になるには少し時間かかりそうです。そんなマトリックスちゃん、もしくは K7 とかね、ちょっとまず、サブマシンガンを少し、本当はハニーちゃんやりたいんですけど、ハニーちゃん足遅いんです。あれ遅すぎてちょっとね、サブマシンガンと同じ動きはやっぱできなかったですね。なかなかサイレンサー付きで火力は高いんですけどね。あ、惜しい。もう一匹やれたのに。今ちょっとエイムがぶれましたね。ワスのエイムがぶれた。まあ、いつものようにここ閉めるんですね。右っすか。悲しい。さあ、敵と出くわさないぞ。サイレンサーとかつけてないと撃つとマップに見えるんですよね。このゲームマップはものすごい重要なんで。アウチ。イエイ。イエイ。リロード中がリロードが割と長いんでね、すごく気をつけたい。結構隙を晒しますから。リロードはね、おいしょー。お、撃たれた。こっちにいるな。こっか、こっちか。左。オッケー、いただきました。ちょっと回復しましょうね。ほっとくと回復します。ひどいわ。ワンちゃんをまた動物愛護団体に。なんで私が出すワンちゃんは、あ、お仕事しないのかね。飼い主に似て割と気まぐれでございます。全然お仕事しません。ヘッドショット。この人なんかさっきからずっと切ってる気がする。女のキャラクターをさっきからずっと切ってる。
れる。マジで。ひどいっすわ。極悪ひどいっすわ。逃げろ。死なかったら儲けもんですね。よいしょ、後ろからいただきますよ。残念、一発当たっちゃうとね、思いっきりブレるんでね、このゲームは。OK。どこだ、敵の匂いがするが見つからない。あー空振り失敗、残念。あのね、防具をつけたんでものすごく硬かったですね。敵が見えた。ここにいるだろう。はい、うっそ、ドン。ひどい、ひどいっすわ。敵さんが見えたんだけど、どっか消えてしまいました。こっちか。はい、リロでしょう。うっそひどいわ。また最後のラストキル逃したし、残念。まあこんな感じですね。割とやっぱり私のプレイスタイルにものすごいフィットしますね。サブマシンガンは前に行くんでね、前に行くのにいいですね。アサルトライフルだとどうしても足が遅いんでね、動き回れないんですっていうのを、ちょっと実はずっとこの 3試合前ぐらいの実況プレイより前に、この2人目のキャラになってからずっとやってたんですけど、全然ダメでした。なんで、まあ、少しずつちょっといろいろとアサルトライフルはおいおいやっていきたいなという感じです。そんなわけで今回最後まで見ていただいてありがとうございました。シルビでした。